こんにちは。この動画は2019年度センター試験数学2数学 B 第5問カッコさんの解説です。カッコさんの問題はカッコ1の食品摂取前と摂取してから3時間後にそれぞれ一定の血液に含まれる別の物質 B の量それを測定しその変化量すなわち摂取後の量から摂取前の量を引いた値を表す確率変数を Y とする。この後ですけれども、Y の母集団分布は、母集団分布です。母集団分布は母平均 M、母標準偏差6を持つものとすると書いてあります。この問題は、実は母平均や母集団、失礼しました。母標準偏差の母集団から、表される期待値や分散、標準偏差、そちらの方に踏み込んだ問題になっています。簡単に今読み上げた文章をまとめたものを手書きですが書いてみました。別の物質の B の量の変化で確率変数が Y ということになっています。そして、ずらしますね。Y の母集団分布の母平均が M。母標準偏差が6というふうになっていました。そしてこの M を、母平均の M を推定するために、実は問題がその後に読み上げませんでしたけれども、書いてあります。どのように問題が書いてあるかというと、母集団から無作為に抽出された100人に物質 B の変化量を測定したら、標本平均が Y バーが平均ですね、-10.2 だったというふうに書いてありました。さて、ここでポイントです。この問題のポイントはどこにあるかというと、母平均が M。母標準偏差がシグマの母集団から大きさ N の標本を無作為に取り出すとき、標本平均 Y バーの期待値は、E の Y バー期待値は M になります。母平均の M になるんですね。そして分散。分散は VY バーは N 分のシグマの2乗です。標準偏差は、シグマの Y バー。つまり分散のルートですからルート N 分のシグマというふうになることを利用してこの問題の解答に進んでいきたいと思います。では解答です。 Y バーの期待値はこれはもう文章に E カッコ Y バーイコール M と書いてあります。標準偏差はシグマの Y バーでこれを計算しなければいけないということになるわけですね。ちなみにこのシグマの Y バーはどのようになっていくかというとルート N 分のシグマでした。さて、ルートの N、N はいくつかというと100でしたよね。つまり、ルートの100分のシグマが6になりました。ちょっとこの辺のところの形が似ているので誤解をしないようにされてください。こちらの計算をすると、イコール10分の6になりますから、答えは 0.6 です。さて、ここでマークです。マークは背が0そして素が6ということになるわけです。さてこれをずらしていきましょう。今、求まったところで、標準偏差ですね、標準偏差が求まったところでここで文中にどのような表現があったのか、あるのかそれがとても大切なことになるんです。Z イコール今求まった 0.6、 0.6 分の Y バーマイナス M というふうに書いてあります。Y バーの分布が正規分布で近似できるとすれば Z イコールというふうに書いてあるんですけれども実はこの式ですよ。ところでこの式は実はシグマの X 分の X マイナスEX と同じですよね。つまり標準化の式なんです。この式自体がそれが分かってほしい。ここではポイントになっています。Y バーを標準化する式になりますから当然 Y バーは近似的に正規分布に従います。それを標準化した Z は
近似的に、標準線域分布に従うということになりますから、その、文中の中に近似的に標準線域分布に従うとみなすことができるというのは当たり前のことになるわけです。では次に、何が書いてあるかというと、正規分布表を用いて動かしますね。この Z の絶対値が 1.64 となる確率を求めるとと書いてあります。さあ、これを求めていきたいと思いますけれども、この式実はどのように式を、書き換えることができるかというと、マイナス 1.64 小なりイコール Z 小なりイコール 1.64 のことになりますよね。するとこれを、正規分布で表現してみたいと思います。よろしいでしょうか。正規分布で表現するということはこのようなことですよ。フリーハンドですいません。このようになっていて、標準化されていますから0です。そしてこちらがマイナス 1.64、 そしてこちらが 1.64 というふうに表すことができます。ところでこちらの面積、こちらですよ。こちらは、正規分布の表がありましたね。その表を使って値を求めてみたいと。では正規分布を見てみましょう。こちらの表ですけれども 1.64 ですから、ここが Z0 になります。こちらがですよ、こちらが Z0、 ここがすると 1.64、 こちらが Z0 が 1.64 ですから、正規分布のこの面積はいくつになるのかというと 1.6 ありますね。64の4はどちらですか。こことぶつかります。そうですよね。これをまっすぐ上に行ったら 0.04、 そして 1.64、 こちらですよね。 0.4495 です。よろしいでしょうか。つまりこちらの部分は、こちらの部分 0.4495 という、値になります。そうするとこちらは全体で見ると、全体で見るとそれの2倍ですから、この全体はよろしいでしょうか。 0.4495×2 ということになりますので、計算をすると 0.8990 ということになりますよね。これはマークシートの用紙の問いかけ 0.8 ということの話になりますので、これはほぼほぼ 0.90 四捨五入してあげてということから、他に入るのは9、地に入るのは0ということになります。ところでこの 0.90 というのは一体何を意味しているのか。実はこの 0.90 とは、90% の確率で信頼区間を求めるという意味と一緒です。さてこの後、問題の中に母平均 M に対する信頼度、これが今、他と地が90と出たわけですから、 90% の信頼区間を求めるというふうに問題が、作られています。0番から3番まで選ぶという、設定にはなっておりますけれども、そこでポイントの確認をいたしましょう。このようなポイントがあります。見えるかな。母平均 M の信頼区間は、標本の大きさが N、 標本平均を Y バー、母標準偏差をシグマとすれば、Y バーマイナス Z かける Z というのは信頼度の時の値です。 90%
95%、99%、その時の Z の値がそれぞれ 1.96 もしくは 2.56 となっています。この問題、90%、信頼度 90% の Z はないんです。そこで Z かけるルート N 分のシグマ、小なりイコール M、小なりイコール Y バープラス Z かけるルート N 分のシグマというふうに与えられている、なっているこの式から、ここを計算で求めていこうということになっているわけですね。それでは回答に移りたいと思います。まず分かっていること、分かっていることを確認すると、Y バーは問題に書いてありました。マイナス 10.2、 そして N は100でしたね。無作為に100人から抽出する。そしてシグマはなんとこの場合6でした。ちょっと形が似ているので、間違えないようにされてください。すると、先ほどの式 Y バー、書きましょうか。Y バーマイナス Z かけるルート N 分のシグマ、小なりイコール M、 小なりイコール Y バープラス Z かけるルート N 分のシグマ、このY バーのところ、そしてルート N の N のところ、シグマのところにそれぞれ上の値を入れていきましょう。よろしいでしょうか。すると、マイナス 10.2 マイナス Z かけるルート100分の6、小なりイコール M、小なりイコールマイナス 10.2 マイナス、ごめんなさい、プラス Z かけるルート100分の6という形になりますよね。もちろん先ほどから言っている通り、一番困ったのがここで言うこの信頼度です。 Z、信頼度 90% の書きましょう。信頼度 90% の Z はどうするのか、これがここでの大きなポイントになってくると思います。ではそれをどうするのか、これを上に上げますね。先ほどの正規分布を覚えていらっしゃいますか。先ほど書いた正規分布、フリーハンドですいません。このような形を書きました。そして標準化されていますから、ここが0というふうに書きましたよね。次にここがマイナス 1.64、 そしてここがプラスの 1.64、信頼度が 90% ということで、この中のエリア、この中のエリアが、先ほど計算で求まったわけですよね。0.90 というふうに求まった。それが 90% に値してたわけです。さて、実はこの問題、大事なポイントこれなんです。これが Z なんです。信頼度 90% だから。だから、Z に入れる数字というのは、1.64 を代入してあげればいいんです。それではいきますよ。上の式が見えた方がいいですね。マイナス 10.2 マイナス 1.64 かける10分の6。小なりイコール M、 小なりイコールマイナス 10.2 プラス 1.64 かける10分の6。よろしいでしょうか。では計算を進めていきましょう。上げますね。するとこの計算はそれぞれ単品ごとにやるとちょっと大変ですから、あえてこのようにして通分してあげましょう。10分のにしてあげると、マイナス 10.2 というのは10倍しますからマイナス102になりますよね。こういうテクニック使うのはとても大切じゃないかなと思います。マイナス 1.64 かける6、小なりイコール M、 小なりイコール同じように、10分のマイナス102プラス 1.64 かける6。さて、これを計算しなければいけません。こちらを計算してあげるとどうなるのかというと、マイナス 11.184 小なりイコール M、 小なりイコールマイナス 9.2
216になります。さてこの値に一番近いものそれはどれなのかっていうと、丸0から丸3の中でつまり失礼しました見えませんでしたね丸2が答えになります。ということで、この問題、第5問の括弧3番、統計の問題ではありましたけれども、これで解説を終了いたします。お疲れ様でした。